時間が近づいてきました。残されたのは3人の猛者たち。三つどもえの戦いです。その海鮮のアイスを告げる人形たちの叫びは、三人の挑戦者に届いていなかった。悲願の成就まで、あと一歩。そんな状況において、油断するものならば、ここまで勝ち残ることはできなかったであろう。彼女たちは一様に、その時を待っていた。誰かが動き出す、その瞬間を。新たに目覚めた能力が勝敗の鍵となる。前の戦いでそれが嫌というほど分かった。だから力を使われる前に私が使う。Pulse.
てたかな。アリスさんに対抗するには代償を覚悟しなくてはならないみたいですね。本当はもう少し隠していたかったのですが、仕方がないですね。力ずくで決める。アリスの代償は力の制御ができないといったところか。ドロシーの代償はまだわからない。もう少し様子を伺う必要があるな。Thank you.
ドロシンは少し離れた場所で観察するスノーが気に食わなかったようだ。卑怯だとスノーは非難するだろうが、私もそれに乗る。二人の攻撃によって胸に深い傷を負った。あと少しだったのに。今まで犠牲になった者たちは許してくれるだろうか。志半ばで行く私を。東の魔女の
真相に近づけたかな。残された力は少ないようですね、アリスさん。さて、どんな風に実験してもらいたいですか？力ずくで決める。まだ死ぬわけにはいかない。ドロシーの代償は倫理観の欠如。巨悪が生まれる前に阻止しなくては。力ずくで決める。
スノーが命を賭して作ったわずかな隙をつき、ドロシーを貫いたはずだった。しかし皮肉なことに、ドロシーはスノーを盾に私の斬撃を防いでいた。鈍い痛みと頬を伝う鮮血だが、その痛みがアリスの意識をかろうじてつなぎ止めていた。息切れするアリスの眼前にドロシーの大ぶりな一撃が迫る。その機を逃さずに、アリスは右腕を犠牲にする覚悟でそれを受け止め、すかさず王を操り胸を裂くように一閃した。残念でした。そんな原始的な手口はお見通しです。アリスの決死の力を込めた攻撃をいとも簡単に掴んだドロシーは饒舌に言葉を続ける。もしかしてもう回復したくてもできないんじゃないですか。そうでしょう。そうですよね。この剣が折れても、この腕が奪われても、
魂がある限り戦い続ける。そう決めた。いいいいですよアリスさん、とってもいじめたくなるような表情をしています。さてこっちの腕も潰されたらどんな表情を見せてくれるのでしょうか。こんなところで立ち止まるわけにはいかない。ああ、なんだか飽きてきました。口では強がっているみたいですが、正直もうそこは見えてしまっています。まだいるんでしょう。私の全部をくれてやる。だからこの汚れた争いを終わらせてほしい。約束する。表情もできたんですね。アリスの剣が肥大化したドロシーの頭蓋を貫く。噴出する血しぶきとうごめく闇、降り注ぐ鮮血に打たれながら、アリスは赤い月が浮かぶ空に祈りを捧げる。私の願いは彼の復活。そのためならどんな苦痛にも耐えられる。その願いに呼応するように月は砕け、世界は歪み、新たな形に生まれ変わろうとしていた。優勝者が決まりました。おめでとうございます。優勝者のアリスさんには素敵な商品が、次回は最終章ということが、この次回予告も最終回です。
思い起こせばいろいろありました。怒られることもありましたが、なんだかんだ楽しかったですよ。皆様もお付き合いいただきありがとうございました。またどこかでお会いできるのを楽しみにしています。またねー。